おお、そなたも無事だったか。砂まみれになるは魔物には襲われるわ。散々な目にあったが、こうして落ち合えて何よりだ。あの戦艦が見えるの？私たちも先ほど発見してな。関係からアルフィノ殿が搭乗した船と見てアリゼー殿と調査してみたのだが、船の周りにはアルフィノやマキシマ大使といった見知った顔はなかったわ。どうやら周辺にも墜落した帝国の魔導兵器があるようね。ここで何らかの戦闘があったのは間違いなさそう。何か手がかりが得られるかもしれないわ。手分けして周囲を捜索してみましょう。これはただの増票ではないようだな。どうかこちらへ。こちらの帝国兵ですが、軍装に皇帝親衛軍の記章がつけられておりました。バリステー直属の精鋭部隊か。道理で帝国兵の亡骸しか見当たらんわけだ。アルフィノたちが乗った船を落としたのは同じ帝国軍か。そんな、それじゃあアルフィノたちは帝国軍に捕らえられたというの？その通り。悲観的になるのは早い。アルフィノは強い男だ。そうであろう。ドマ町人地に戻り、今後の検討をいたしましょう。捕獲されたにせよ、逃げ切ったにせよ、この周囲にはいないはず。以後の捜索は忍びの者たちに任せるべきかと。一体どこに行っちゃったのよ。勝手に死んだりなんかしたら承知しないから。
リセ、どうして町人地に？同盟軍の任務でね、ドマに要請したいことがあって飛燕に会いに来たんだ。出直そうかとも思ったんだけど、アルフィノを探しに出たと聞いてついね。それで行方はつかめたの？墜落現場に姿がなかったってことは、生きて脱出してくれている可能性もある。まだ希望はあるよね。アルフィノはドマの使者として帝国へ向かったのだ。わしは国主として救出に全力を尽くす義務がある。属州に派遣した忍びに連絡し、捜索を続けさせよう。だから顔を上げよう、アリゼ。そうまで思い詰めた顔をしていては、アルフィノと再会した時に頬がこわばって笑顔が作れんぞ。ありがとう、ヒエン。アルフィノの捜索は忍びたちに託すとして、一つわからないことがあるんだ。アルフィノが乗った船を襲ったのはバリス直属の部隊なんだよね。でもドマとの捕虜交換もバリスの指示だったんでしょ？これじゃやってることがめちゃくちゃじゃない。いや、そうと断じることはできない。その指揮権は皇帝のみならず、皇太子であるゼノスや高位の皇族にも与えられていたはず。夜露の神下ろしに際して、朝日はドマ人が蛮神召喚を行ったのだと声高に宣言していた。事実帝国本国ではそのような噂が広まっているという。ならば一連の出来事を裏から糸を引いていたというゼノスの顔を持つ男こそが黒幕と考えればなるまいよ。そして問題は、ゼノスの顔を持つだけでその肉体をアシエンが操っているかもしれないということね。やれやれ、混沌の使者とは言い得て妙だ。アシエンとやらのおかげでまたもやドマはいつ帝国に攻められるやもわからん状態に逆戻りしたわけだ。皇帝親衛軍を動かしたのが誰であれ、その動向を皇帝本人が知らぬわけはあるまい。となればすでに和平は破られたという前提で動かねばな。さてリセよ、そなたの要件を聞かせてくれ。確かエオルゼア同盟軍からの要請があるのだろう。まずは報告から。先日アラミゴが正式に同盟へ加入することが決まったんだ。それで加盟4カ国の盟主とアラミゴの代表が集まって今後の方針について協議することになったんだけど、その会議の場にドマの出席を要請したくて。同盟軍としては帝国の動きに対応するため、これまで以上にドマと緊密に連携したいと思っているんだ。依存ない。陽の東西が連携して包囲網を作れれば、帝国がどちらか一方に的を絞ることを防げるからな。だが今しばらく時間をもらえんか。不安定な現状で策もなくわしが国を離れるわけにもいかん。帝国の再侵攻に備えドマの防備を固める時間が欲しい。わかった。同盟軍にはドマの状況と合わせて報告を入れておく。会議は
アラミゴ王宮で行う予定だから、備えに目処がついたらよろしく。ヒエンなら前にも来てるから場所は大丈夫だよね。なあ、司祭ない。なるべく早くそちらに出向かせてもらおう。ありがとう。必ずお互いの国にとって最善の道を探し出そう。帝国軍の再侵攻に備えるといっても、戦力、労働力、資源、そして時間、全てが不足する状況でいかにすべきか。それについて一つ策がある。帝国の圧倒的な軍事力に一国のみで対抗するのは不可能。ドマ奪還とてわしらのみでは決してかなわぬ望みであった。ならばエオルゼア同盟に倣い、東方地域の連合体を作るのみよ。すでに共闘の実績がある海賊衆やアオコーラ、アジムステップの遊牧民たちに加え、東の国や水の民、さらには隣接するナグサの諸派やダルマスカの民を糾合するのだ。もちろん全ての組織、国家が協力してくれるわけではなかろうが、自由を守りたいのは皆同じ。ゼノスの死に関する真相やアシエンの暗躍などを伝え、腹を割って話せば連合結成とて絵空事ではあるまい。絵空事どころか、むしろ現実的な路線と言えるでしょうね。かつて私たちはルイゾワ様という指導者のもとで同じ思いを抱いて、エオルゼア都市軍事同盟を発足に導いた。その時の経験も少しは役に立てられると思うわ。ありがたい。
大いに参考にさせてくれ。もちろん飛燕の案には大賛成。その上で聞くんだけど、その時間どう稼ぐ？彼らは飛空戦艦を持っているわ。こちらの動きを察して一気に進軍してきたら、連合を組む前にその波に飲まれてしまう。なら空に壁を立ててやればいいわ。アルフィノの捜索中に古代アラグ文明の遺構に行き当たったの。アラグ文明の遺構？実はザバーンに着いた時から違和感があったのよ。それはあの焦土にかすかに漂う環境エーテルの残滓が魔大陸で感じたそれと一致していたから。似通ったエーテルを感じる二つの大地。これは仮説だけど、アラグ帝国はザバーンの土地を浮上させて魔大陸を生み出したのではないかしら。興味深い仮説だが、魔大陸とやらの出自が判明したことで東方地域の防衛にどう関わってくるのだ？魔大陸は強固な防御フィールドで守られていた。それもあの帝国が誇る最強の飛空戦艦アグリウス級すら阻むほどの強固なものが。その8世紀と同じものが残されていればと思っていたのだけれど、ちょうど彼がそれらしい構造体を目撃していたみたいね。アラグの防御フィールドを張れば、文字通り空に壁が作れるかもしれないってことね。でもザ・バーンを迂回されたとしたら、その心配は少ないだろう。ダルマスカの都ラバナスタを自らの手で破壊したことで、帝国軍は現在東方における最大の補給地を失った状態なのだ。無補給で帝国本国からドマまで飛空戦艦を飛ばそうというなら、最短ルートであるザ・バーンの上空を通らねばならん。なるほど、完璧ね。ただ懸念点もあるわ。広大な焦土の上空に防御フィールドを張り巡らせるには莫大な量のエネルギーが必要になるはず。けれど環境エーテルが枯渇したザバーンでは、今やエネルギー源となるほどのクリスタルは存在しない。エオルゼアなら変属性クリスタルを当てにできるのだけれど。エネルギー源か。ところでアラグ帝国が建造物を空に飛ばすというのはよくあることだったのか？他の事例だとダラガブが挙げられるわね。第七零歳でエオルゼアに落下した月の衛星よ。なるほど。それならば一つ当てがあるやもしれん。本当なの？ヒエン。まあ、ただ使えるかどうかは未知数だ。それを確かめるためにも一度アジムステップへ向かいたい。かの地に住む者にも連合の剣を打診せねばならんことだしな。調査がてらわしらで現地へ向かうこととしよう。